はい、皆さんこんにちは。今日はこのプロップナイトをやっていきたいと思います。こちらはですね、4対1のかくれんぼのアクションゲームとなっていて、おそらくですけどデッドバイデイライトと似たような感じじゃないかと思っています。ただちょっと違うのは、プロップマシンを修理するという点は一緒な感じなんですが、物に変身することができて、隠れながら移動とかもできるみたいですので、ちょっと遊んでみたいと思います。自分は、まだこういうのを遊んだことがないので、ちょっと、いろいろなものがわかりませんが、とりあえずやっていきたいと思います。では、早速マッチングするまで待ってみましょう。はい、始まりましたね。とりあえずキャラクターを選ぶみたいですので、黒髪の子でやってみましょうか。みんななんか、それぞれ能力かなんかあるのかわかりませんが、デッドバイデイライトの方も自分やったことがありませんので、これが全部初めてのプレイとなります。なので、そちらの方を知ってる方にしたらちょっとね、もっとこうだよっていうところがあるかもしれませんが、多めに見てください。さあ、とりあえず始まりますね。まずは、どうしよう。せっかく変身できるので、なんかね、変身してみましょうか。どうしよう、これ。これか、カゴ。石だな。石で変身しましょう。どこだ？とりあえずジャンプして移動した方がいいんですかね。よいしょ。さあ、トウモロコシ畑。とりあえずここに乗ってみよう。上からとりあえず見た方が良さそうですね。あ、飛べなかった。やばいな、飛べない。よいしょ。あ、すげえ、へばりつけれるな、ここ。はい、転がって、ジャンプ、ジャンプ。あ、二段ジャンプはいけないのか。さあ、みんなどこ行ったんだろう。うまいこと逃げてますね。キラーの人もどこかわからないな。よし、とりあえずこいつを直すんだと思うんですけど、どうしよう、変身解いて大丈夫そうかな。よし、変身を解こう。はい、これで直すということで直しましょう。襲われたらどうするんだろう。とりあえず、お、なんか声聞こえた。あ、捕まえられた、誰か。あ、びっくりした。なんか出た。タイミング合わせるやつがあるんですね。あ、これを忘れてたぞ。タイミング合わせるやつがあるのか。さあ、メンバーのところになんか出ましたね。危ない。ギリギリいけてた。これどうしたらいいんだろう。助けた方がいいんですかね。よし、とりあえずもう一個なんかタイミング合わせが出たら、一個行ってみるか。よいしょ。はい、これで、カゴになってみるか。カボチャになってみましょう。よいしょ。とりあえず、これでいいか。あ、助けてくれたんですね、誰かが。ということで、じゃあ自分は戻りましょうか。もっとちっちゃい石になろう。よいしょ。あ、やばいやばい、いる。危なかった、危なかった、危なかった、危なかった。危なかった。さあ、大丈夫かな？どこ行ったんだろう。よし、このまま行こう。さあ、このまま、あ、この人も、あ、やばいやばい、やばい。そうか、敵も化けれるのか。敵も化けれるんですね。あ、これ、A と D を連打しろということで、連打していきましょう。間に合うのか？よし、間に合ったぞ。やばい、逃げろー。やばい、すぐ捕まった。すぐ捕まった。すぐ捕まったよ。こんなにすぐ来るのか。もっと走って逃げとかないとダメなんだな。やっぱ椅子に、ああ、椅子にやられた。そっか、そういうことか。さあ、誰か助けに来てくれるかな。あ、もう他の人はどうなったかよくわかりませんね。I'm here! I'm here って言ってる。あ、あ、トウモロコシだ。あ、ありがとう、ありがとう。この人ありがとう。
あ、とりあえず体力は6しかないけど、どうしたらいいんだろう。よいしょ、コインをゲット。あ、瓶転がってきた。よし、一緒に直すか。一緒に直しましょう。あ、2倍速。ああ、やられた、やられた。ダメでしたね。これ何、これ、これは、これは何、セルフ。やばいやばい、来た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 。ダメだ、逃げれない。あー、捕まっちゃった。あ、もう一回ダッシュバッシュしよう。いやー、椅子あるのか。ダメだな。ラストチャンス2ってなんだろう。あ、男の人が今、あ、助けに来てくれた、助けに来てくれた。すげえ、すごいな、これ変身するのが。あ、でもなんか音がするぞ。ここから音がしてますね。あ、誰か、もう一人の人助かりましたね。あれ、いなくなった。俺を助けに来てくれた人、あれ、敵なのかな、ひょっとして。敵が隠れてる感じなんですかね。あ、やっぱ敵か。そうか、それじゃあもう助からないな。これ、助けに来たやつを倒そうっていう感じなんでしょうね。あー、見つかっちゃった。見つかっちゃった。やばいやばい、見つかったよ。見つかった、見つかった。みんな、あー、やられた。さあ、時間が来てしまったら、あー、消えちゃうんだ。やられちゃいましたね。なかなか強いな。あー、この人も捕まっちゃいましたし、どうするんだろう。あ、椅子に縛り付けられて、全員捕まっちゃったのかな。あ、他の人、どうだろう。あ、この人はなんか、這いつくばってますけど、逃げれるのかな。あ、やばいやばい、なんか、かぼちゃ来てるのは敵だよね、やっぱり。あららららら、捕まっちゃいましたね。あー、残念。あ、誰か助けに行ってる。奥の方助けに行ってますね。本当に何も役に立ってなくてすいませんって感じですが。あと残りの3人の人が頑張ってますね。ああ、捕まったのか。すげえ捕まってますね。さあ、どうするんだろう。もう一人のこの人が、これ助けてますね。さあ、キラーの人がいないかな。あ、やばいやばい、なんか瓶来た、瓶来た。瓶はやばいぞ。今やばいぞ、きっと敵ですね。この人うまいこと逃げれたかな。ああ、なるほど。結構、ああ、なんかすげえ転がってる転がってる。すごい、うまいこと逃げたのか。あ、普通サバイバーレフトってことは2人死んだよってことですね。まず最初に死んだの自分ですけど、他の人が頑張ってます。お、直しに来た、もう直しに行ったぞ。いや、これ敵がどこにいるかわからないの、なかなか難しいですね。本家のデッドバイ、あ、危ない、びっくりした。デッドバイデイライトの方もこんな感じなんでしょうかね。お、びっくりした。なるほど、仲間にも、味方プレイヤー的なのにも変身できるんですね。こちらはわからない感じ。あ、見つかった、見つかりましたね。さあ、どうすんだ。あ、箱に化けて。さあ、もう一人の人さん、あ、やばい、見つかったよね、今。もう見つかったね。見つかりましたね。もうこれ、あー、あー、攻撃食らった。やばい、やばい、やばい。あー、一人さらわれていきましたね。Don't be camper bro って書いてありましたが、なんだろう。さあ、これで、あー、変身してきたんだね、これ。敵が変身してきたんですね。さあ、あー、捕まえられましたね。椅子に捕まえられて、これでどうなんだ?あ、全員終わっちゃったのか。はい、ということで、真っ先に捕まっちゃって、あんまりうまいことを伝えられてないかもしれませんが、こういう感じのゲームです。こちらの方ですね、オープンベータかな?
中ですので、もしやりたい方はぜひ遊んでみてください。それでは皆様ありがとうございました。